ヨハン六世は、ナッサウディレンブルク博。ナッサウ家の一族で、オラニエ・ナッサウ家の祖である、オラニエコウィレム一世の弟。ナッサウディレンブルク博・ビルヘルム一世とその妻、ユリアーナ・ツー・シュトルベルクの間の次男。オランダでは、ヤンデ・アウデと呼ばれ、オランダ王家の祖の一人とみなされている。兄ウィレム一世が、 オラニエ公領を相続したため、ナッサウ家の兄弟家を嫌った神聖ローマ皇帝カール5世の遺行により、父、ビルヘルムのディレンブルクハクくらいと所領はヨハンが相続した。80年戦争において、兄や弟たちと共に活躍し、ユトレヒト同盟の成立に尽力、また、ヘルダーラント州の総督も務めた。その後、兄とは一線を画して、 ドイツ西部のナッサオ家の所領の経営と兄と自身の大勢の子たちの養育にあたった。父や兄と同様に多くの子を儲けている。1559年にエリーザベトフォン・ロイヒテンベルクと最初の結婚をし、11子を儲けた。1580年に国軍でヤコバフォン・ジンメルーンと二度目の結婚をし、二女を儲けた。1586年にヨハン・ネッタフォン。 ザインビトゲンシュタインと三度目の結婚をし、7子を設けた。フロー人間州とフリースラント州の総督は、ヨハンの家系が世襲したが、エルンスト・カジミールの創尊ヨハン・ウィレム・フリーゾは、ウィレム三世で直系が断絶した、オラニエ・ナッサウ系を相続した。ありがとうございます。